さあ、今日も取るものがないので、とりあえずダルイモンキッチンからパンを焼くところを取っていきたいと思います。さてと、まずはこちらのパン粉、まあ今日も取るは元気です。 130g、 はい、パン粉 230g、 スキムミルク、スキムミルクを 6g、 はい、スキムミルク 6g。本当は天然酵母が欲しかったんですけど、天然酵母が近所で売ってないんですよね。ということでドライイースト 2.5g、 塩はちょっと控えめで 3g ぐらい、蜂蜜を、20g ぐらいでいうか、蜂蜜入れすぎてしまいましたが、まあいいか。こちらのバターとパンチェッタとチーズ、これも全部入れちゃいます。あと水を 160cc、 そして水 160cc 入れます。そしてスタート。これ多分できてると思います。本当は多分具とか後から入れた方がいいと思うんですけどね、めんどくさいんでもう適当です。あと3時間53分後に出来上がるので、それまで待ちたいと思います。ちょっと焼きすぎた。いただきます。